ロイジェグラウバーはアメリカ合衆国の理論物理学者である。ハーバード大学教授、アリゾナ大学非常勤講師を務めた。光のコヒーレンスの量子理論への貢献により2005年のノーベル物理学賞を受賞した。グラウバーは1925年にニューヨークのアシュケナ事務系ユダヤ人の家庭に生まれた。ブロンクス科学高校の第一期生であり、 1941年に卒業後、ハーバード大学に進学した。大学在学中、18歳で、ロスアラモス国立研究所の最年少科学者の一人として、マンハッタイ計画に参加した。クラウバーは原子爆弾の臨界質量の計算に従事した。ロスアラモス研究所で2年間過ごした後、ハーバード大学に戻り、1946年に学士号を取得。 1949年にジュリアンシューインガーの指導の下で博士号を取得した。1963年の論文においてグラウバーは光検出のモデルを構築し、レーザーの光や電球の光など様々な種類の光の基本的な特性を説明した。グラウバーの理論は量子工学の分野で広く使われている。統計物理学の分野では、 1963年に発表された論文において、イジング模型の確率的ダイナミクスを初めて定義し調査したことから、一時総転移のダイナミクスの研究の先駆者となった。また、カウンシル・フォー・アリバブル・ワールドの研究部門である、センター・フォー・アームス・コントロールノンプロリフェレーションの諮問委員会の委員も務めた。グラウバーの最近の研究は、 光と物質の量子電気力学的相互作用など、量子工学の多くの分野の問題を扱っていた。また、ハドロン衝突の解析や、高エネルギー反応で生成される粒子の統計的、相関関係など、高エネルギー衝突理論の研究も続けていた。クラウバーは以下の賞や栄誉を受けている。ハーバード大学で開かれるイグノーベル賞の授与式では、 受賞者に対して観客が紙飛行機を投げるのが慣習となっているが、グラウバーは長年にわたり、それを掃除するためのモップ係を務めていた。なお、2005年は本物のノーベル賞の受賞式に出席していたため、イグノーベル賞の受賞式は欠席した。グラウバーはマサチューセッツ州アーリントンに住んでいた。 1967年のサバティカルの期間に欧州原子核研究機構の客員研究員をしていた。1960年にシンシアリッチと結婚したが、1975年に離婚した。二人の間には息子のジェフリーと娘のバレリーがおり、5人の孫がいた。2018年12月26日、マサチューセッツ州ニュートンで死去した。遺体はニューヨーク州。 バルハラの剣士子墓地に埋葬された。ありがとうございます。